内陣は寺院の本堂内部において本尊を神社の本殿内部において身体を安置する場所外人と待機される上野号、キリスト教の教会建築におけるベマ・キャンセルの訳語として用いたもの仏教寺院の内陣の礼宗派や用法にて様々であるが高野山新言宗を例にして示す山形県鶴岡市にある鶴岡カトリック教会展主堂の 内人教会建築における内人は、振動の東端部に設られ、イコノスタシスやテンプロンなど、正面仕切りなどで振動と隔てられた空間。内人は、主祭壇を安置するための聖職者専用の空間である。主祭壇のある部分は、特にイタリ聖書と呼ばれる。ベマはギリシア語で、説教壇や演題を意味し、聖教では、主祭壇が置かれ、イコノスタシスで区切られた空間を指す。 ユダヤ教では、モーセの御所を朗読するための演談のことである。チャンセルは、振動と分けるための仕切りを意味する、ラテン語カンケルスに由来するもので、より抗議に交差部より、東の部分全体を意味することもある。初期キリスト教では、アプスに、プレステビリが設けられ、これが内陣として機能していたが、西ヨーロッパでは大祭壇をアプスに移し、その前の方形の空間に、 プレステビリを設けて内陣とした。旧世紀になるとプレステビリの前に生殖者成果体積が設けられ、この空間と側廊、周保労、歳出も含めて内陣とされる。ありがとうございます。